チェコフィルハーモニー管弦楽団創設50周年にあたる1946年にエドバルド・ベネシュ大統領の講演で首席指揮者のラファエル・クーベリックの指導のもと第1回の音楽祭が開催された。ビロード革命による民主化直後の1990年には1948年のチェコスロバキア共産党の政権の成立による共産化を嫌って西側へ亡命していたクーベリックがチェコフィルと歴史的な再共演を果たしている。会場は伝統的にブルタバ川の岸に立つネオルネッサンス建築のルドルフィヌムというホールが使用される。またその数倍のキャパシティを持つ市立会館も使用されることもある。2000年の会場は市民会館をメインにルドフィヌス、聖ビート大聖堂、シュパニエルスキー庭園、聖ミクラーシュ教会、聖ヤクブ教会、聖ベトイコール聖パベル教会、聖ジー教会、聖ツリルメトデー聖教大聖堂、マーネス、ベルトラムカ別荘、国民劇場、ヤナーチェクホール等25を超える会場が使用された。毎回、スメタナの命日である5月12日に、彼の代表作、我が祖国の演奏で幕を開けることで知られる。3週間にわたって開かれる。演奏会では、記念年にあたる作曲家の作品が取り上げられたり、現代のチェコの作曲家の作品の初演が行われる。また創設の翌年から若手演奏家のためのプラハの春国際音楽コンクールも開かれている。ありがとうございます。